はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツツンです。ということで今回は日本代表大勝ということで、町野が2ゴール決めてくれました。そして岩崎選手も代表デビューということで、日本対香港の振り返りですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、レビューみたいな感じのこう具体的にこう、ここはこうだったよねみたいな話では、なくてですね、こうほんと緩くですね、緩く、振り返りをしていこうと思ってますけど、いやこの試合に関してはほんと九州のクラブに、ゆかりのある選手の出番というのは結構多かったんで、僕はそういう意味では、見ていて非常に楽しかったというか、本当で あの選手頑張ってんなっていうのを改めて感じることができたんで、それはそれでまた良、かったっていう話でございますけど、早速この試合見ていこうということでございます。よろしくお願いいたしますということで、こちらはメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしております。よかったら動画概要欄からですね、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということで、まずこちらスターティングメンバーでございますけど、日本代表こんな形となりました。浦和レッズ鈴木彩艶選手はゴールキーパーとして日本代表デビューを果たすことができましたね。そしてあとだから九州勢というのはですけどもね、元大分の岩田選手がいたりとかね、元ギラバンツ北九州の町野選手がいたりとか、水沼元サガン鳥栖の水沼選手がいたりとか、九州にゆかりのある選手のこれ活躍というのがこれあったんで、僕はそれはそれで嬉しかったというのもありますね。あと藤田ジョエルチマですね、藤田ジョエルチマに関してもアビスパ福岡が J1 に昇格した年ですね、J1 に昇格した昨年オファーを出したということで、藤田チマもですけれどもね、だから一瞬ちょっと福岡に来そうだったというのがあるんで、そこもゆかりがないわけではないとか、ないんですけどね、実際ないんですけどね、というのがこんなスターティングメンバーでございましたけど、試合結果こちらでございますね。6-0、日本大勝ということになりました。相馬選手の美しいフリーキックから始まって町野が決めてくれました。そして西村選手も2得点、西村選手本当良かったですね。あのミドルシュートです、あれも技術ですね、ザ技術って感じの、ゴールでございましたけれどが2得点。そして、あと相馬選手もだから後半も得点決めましたし、これだから相馬町野西村選手でも2得点ずつ上げて 6-0 の勝利ということになったこの試合でございますけれども、さあもうちょっと見ていこうということでこちらでございますね。で前半レビューということで、前半レビューというか、だからそんな具体的には、見ていかないんですけれども、振り返りでございますけれども、本当ほぼチーム神奈川ということでございましたね。本当神奈川勢の、大活躍とかスタメンが光った試合でございましたね。川崎フロンターレ、そして湘南マリノスの選手が多く、スタメンに名を連ねたゲームになりましたね。で、その効果はやっぱり連携面で出ましたね。この試合のフォーメーションが一応、4-2-1-3 の形ということで、横浜 F ・マリノス型の4-3-3というか、4-2-1-3の形があったんですけれども、やっぱ連携面はスムーズでしたね。特に、前線藤田ジョエルチマとか、西村選手とこの辺の連携本当、素晴らしいものがありましたけど、逆に反対に後ろ側はですね、後ろが、ゴールキーパーを起点に始める、これ、ビルドアップの形にはなってくるんですけど、そこはやっぱりちょっとぎこちなさありましたね。やっぱり他のね、ディフェンダーの選手からしたらゴールキーパーね、まだ今年はね J リーグで出番がね鈴木彩艶が、ゴールキーパーということ、どんぐらいこれ強めのパスを蹴っていいのかとかね、どんだけこれ、どういう風に回していけばいいのかとか、なんかその辺探り探り後ろゴールキーパー含めたビルドアップはやっていた感じがするんで、やっぱそこはしょうがないのかなっていうのはやっぱりあります。ちょっとやっぱ鈴木彩艶選手もちょっと硬かった感じは、するんですけれどもね、っていうのがあるんで、前線の方はですけれどもね、連携面本当素晴らしいものがあったんですけど、後ろちょっとぎこちなさが、正直ゴールキーパー含めたところはあったんで、そこはしょうがないのかなっていうのはやっぱりあります。だから逆に考えると本当こう6点取れたというのは連携面では良いものが出す、特に前線のところですけれどもね、前線のところは本当に連携面で良いものを見せてくれたんで、この6得点につながったんじゃないかと思いますけどもね。で、1点目は本当相馬選手、あそこ美しかったですね。フリーキック、得点決めました。で、2点目は町野ということで、多分ギラバンツ北九州でプレーをした選手の中ではこれ、日本代表初ゴールに間違いないこれ、なると思うんでね、町野選手もねこれ、プロのキャリアのスタートは横浜 F マイノスだったんですね。で、マイノスからレンタル移籍で北九州に来ていたんですけど、なぜかね、あの横浜の方がですけれどもね、町野選手を完全移籍でくれたっていうのがあって、あれちょっと分かんなかったんで、今考えてもちょっと謎なとこはあるんですけども、なんだあの時ね、マイノスは町野選手をもう簡単に、完全移籍で出してくれたのかっていうのがやっぱりあるんですけど、その町野選手ですね、この町野選手本当ポストプレーも聞いてましたね。ワンタッチで叩くシーンもそうですしね、町野選手は前線でもしっかり起点になることができていたんでね、町野選手は本当ねチーム神奈川
川といえどですけれどもね、ちょっとまあ湘南ベルマーレの選手で西村選手とか相馬選手とか、まあその他選手となかなか難しいものがあるんじゃないかなと思っていたんですけど、連携面で本当しっかりすることができたんじゃないですかね、この町野選手ですね。で3点目4点目は、西村選手が決める。そしてまあ4点中前半に関してですけれどもね、前半に関しては4点中3人が違う選手がまあしっかり決めてくれたんで、これもいいですね。同じ選手がまあ4点とか取るんじゃなくて、まあいろんな選手がまあ複数の選手が絡んで得点を上げることができたんで、これやっぱり大きいですね。やっぱりこうサッカーってなかなか難しいもので、まあ前半3点とか4点とかね、複数得点が入った試合でまあどんだけの選手がそこに絡むことができたか、もちろん前半のうちに1人の選手がハットトリック決めてしまうのはもちろんこれは素晴らしいことになってくるんですけど、まあ僕は個人的にはですけれどもね、いろんな選手が特にこう代表戦となるとやっぱりこういろんな選手が得点を取って、いろんな選手がまあアピールした方が僕はいいと思うんで、これ本当ね、いい形の僕は得点だったんじゃないかと思ってますね。で藤田ジョエル千葉に関しては前半から何人いるのかっちゅうぐらい、本当ね影分身の術でも使ってるのかっちゅうぐらい、いろんなところに、顔出してましたけれどもね、この藤田ジョエル千葉でございますけど、本当この日本代表入っても、ね、すんなりプレーすることができているんで、これ本当フル代表をねワールドカップ行きというのも個人的には、見てみたいんですけど、どうですかね、ちょっとこの中盤とかは選手層が厚いんで難しいのかなって感じがしてますけど、ちょっと、面白い存在改めて、感じましたね。で今回フル代表デビューした選手は本当たくさんいてですね、で、これツイッターの方で僕話したんですけど、やっぱり元日本代表中冠がつくっていうの本当大きいんです。これやっぱり引退後のキャリアですね、サッカー選手を引退した後の、まあ、これ、キャリア、まあ、このサッカー選手を引退した後の人生の方が、ね、もちろんこれ長いんですけど、その引退後のキャリアにおいてもこの元日本代表っていう、冠がつくかどうかで、まあ、年収とか、ね、これ収入がだいぶ変わってくるっていう話もなんか過去に聞いたことが僕は、あるんですけれどもね、まあ、もしかしたらこの E1 日本代表として、出たのが最後の、まあ、代表でのプレーになる選手ももしかしたら今後いるかもしれません。もしかしたらいるかもしれませんけど、本当1回でも、ね、これ選ばれて試合に、出ればですけど、ね、元日本代表のこれ、冠を つけることができるんでね、これ本当引退後のキャリアに、ね、結構有利に働くんじゃないかっていう、まあ、そこの僕の、心配じゃないですけれどもね、やっぱりその本当はね、日本代表のこれ冠がつくかどうかで引退後のキャリア、まあ、収入とかいろんなものを買っていくって話を過去に聞いたことがあるんでね、そういう意味でもですけれども、ね、今回日本代表デビューを、飾った選手は相当これは、大きな大きなこれは獲物を得たんじゃないかと思ってますけれどもね、はい。そして次こちら、じゃあ後半レビューということでも振り返りですけれどもね、後半は町野選手、まあ、相馬選手が得点を決めてくれました。まあ、結果としてだが3人ですね、町野、相馬、西村の3人が2得点ずつ決めるということで、本当この3人がしっかり得点決めてくれたのも素晴らしかったんですけど、まあ、相馬選手の2点目ですね、山根選手のクロスというかシュートのようなクロスですね、あんなに速いクロスボールをですけどね、しっかり相馬選手がしかもあんなおしゃれに決めるというのがあるんで、これやっぱね初めてプレー、まあ、多分初めてなんですかね、この2人が、ね、同じピッチに立つのはですけれども、ね、山根選手の高速クロスに対して、まあ、相馬選手があんなおしゃれに決める余裕があるのかっていうのが、ね、正直びっくりは、したんですけれども、本当この流れ、まあ、僕はこの試合に関してこの山根相馬のゴールが一番見ていて、まあ、スカッとしたって感じがしますけれどもね。でちょっと硬かったかなというのが鈴木ザイオンですね。まあ、僕はもう売られてサポーターであるんで、この鈴木ザイオンの試合のこれ、出たというのも結構嬉しかったんですけれども、しかしまあやっぱ硬さが、目立った、こうキャッチングのところもちょっとね怖いな、なんかね恐ろ恐ろしいというかですね、大丈夫かっていうのが何回かあって、でまあ実際後半に一回ポロリをしてしまったんで、まあ、ポロリのシーンもまあ香港だから良かったんですけれども、これがね本当試合終盤にあんなことやってしまってて、本番でやってしまったりしたらもう本当、ね、これ多分岡田監督、岡田まあ元日本代表監督も言われていたんですけれども、ね、本当ゴールキーパー信頼が大事なポジションになってくるんで、やっぱまあその、まあ、全体として硬かったけど、まあ実際ミスはあったの1回ですね、ポロリのミス1回だけだと思うんですけど、まあしかしその1回のミスが勝ち点3になるか、勝ち点1になるか、それとも、勝ち点0で終わってしまうかというのを分けることがこれ多々あるんで、まあ中の考えたミス、まあ直接失点にはつながりはしませんでしたけど、ポロリというのは本当よろしくなかったんで、まああれはちょっとね鈴木財を も、もったいないという話でございますけどもね。そして、サガン鳥栖の岩崎選手も代表デビューということでね、まあ、右でのデビューとなったんですけども、何本かこれいい形でボール持ち運ぶシーンもありましたし、まあ、ドリブルで運ぶシーンもあったんで、まあ、岩崎選手らしいプレーを、見せることができたんじゃないかと思うんで、まあ、今後ですね、まだ日本代表2試合残っているんで、まあ、岩崎選手、活躍を期待していこうと思ってますけどもね、はい。
ということで以上になりますね。まあ、このね E1 まだまだついていきます。まあ、これから本当ライバルとの戦い、本当次からが大事なゲームになってくるんで、ね、多分最後の韓国戦というのが本当優勝を争う最後の一戦になると思うんで、そこに向けてまず得失点差とか、まあ、総得点とかその辺もしっかり次の試合で稼いで、最終戦韓国戦に、臨んでほしいと思いますけれども、本当この、日本代表で戦った経験というのは、まあ、このキャリアに大きな影響を与えると思いますし、まあ、このね今回得た経験というのはまだちょっと早いですけどね、まだちょっと早いですけれど、クラブに戻ってからも還元してほしい、そんな、この3試合にしてほしいと思いますけどもね。はい、ということで以上です。以上パラプンテ J サッカーチャンネルのつつんですよ。方チャンネルでございます。さら。